にちは、岩なしです。今回は2月末に 20% オフで購入したアイハーブの商品をご紹介しようと思います。初めてのものも何点か買ったんですけど、ちょっと食料品が多いです。リピート品もありますので、どうぞ最後までご覧になってください。それでは早速いってみよう。1品目がこちらです。これがナウフーズのクランベリーカプセル、ベジカプセル100粒というのを購入しました。とにかく頻尿なんですよね私。もうひどい時は夜中に1時間おきにトイレに起きるというありさまなんですけども、当然まあ眠りも浅くって、あと倦怠感も抜けないという感じなんですけど、病院には行きたくないんですよね。抗生物質を飲んで体の菌のバランスを崩したくないっていうのが一番なんですけど、いろいろあがいてアイハーブでなんかいいものがないかなと、あの検索欄にそのまま頻尿と打って出てきたのがこちらのクランベリーのサプリメントです。私あのクランベリーが膀胱とかそういうのに効果があるっていうの全然知らなかったんですよね。なんですけど詳しく見てみるとすごく効果があるよとのことなんです。主に膀胱炎に悩まれている方が飲まれているようですね。レビューも結構高評価でした。数年前から膀胱炎に悩まされてましたが、クランベリーサプリメントが効果があると聞いて始めてみました。効果てきめんで飲み始めてから一度もなっていませんというレビューもあります。また私と同じような方ですね。夜間頻尿で睡眠不足でしたが、これを飲んでからほぼ収まってます。残尿感、排尿困難もあり、大病院の泌尿器科も受診し薬を処方されたんですけど、副作用を飲んでたら怖くなり飲まずに捨てましたと。でこちらすごく効果があり、ずっと欠かさず飲んでますとのレビューあります。そもそもなぜこのクランベリーが膀胱にいいかと言いますと、クランベリーに含まれているポルフェノールの成分であるプロアントシアニジンとキナ酸というのが細菌の膀胱粘膜などへの定着を抑制し、細菌の生育を阻害してくれるとのことなんです。クランベリーすごいですね。できればまあ自然なものでどうにかしたいなと思って買ったんですけど、あまりにもこう重篤の症状だったりする方はちゃんと病院行った方がいいと思います。なんとなくの違和感だったり軽度かなと思われる時に試すのがいいかなと思います。これすごく私にしては珍しいんですけど、動画を撮影する前からもう飲み始めております。切実1日1錠飲んでたり2錠飲んでたりする人がいるんですけど、私はちょっと早く症状を治めたいので2錠ずつ飲んでおります。いろいろ試してるんですよ。夜に2錠飲んだり、朝と夜に分けて1錠ずつ飲んだりっていうので、粒はね結構大きいんですよ。こんな感じです。クランベリーっていう感じの色のサプリメントです。ちょっとサプリメント飲むことに慣れてない方には飲みにくい大きさかなと思うんですけど、私はこれよりでかいビタミン C とか飲んでるので全然飲めます。これ飲み始めて今まだ3日ぐらいなんですけど、効果はちょっとまだよくわからないです。やっぱりそれでも2時間おきぐらいには夜中トイレ起きますね。ちょっと寒いと起きるのが億劫なんで我慢しがちなんですけど、そうするとやっぱりなんかちょっと違和感、膀胱に違和感があって、膀胱炎まではいかないけど、あ、ちょっとやばいかなっていう気持ちになるので、なるべく匂い感じたら行くようにはしてるんですけど、治らないなかなかしぶとい。ちょっとまあしばらくこれは飲み続けてみようとは思います。効果あったらまたこちらでもご紹介できたらいいなと思います。というか多分効果あったら、あ、またリピートしてるなってなると思います。頻尿とか膀胱炎で悩まれている方は一度お試ししてみたらいいかもしれません。あ、言うの忘れてました。初購入品からご紹介しております。次がこちらです。これがトワイニングのハートを穏やかにするアダプトゲン、イチジク&バニラ味のハーブティー、カフェインフリーティーバッグ18個入りというのを買いました。完全に私の趣味です。もうイチジク大好きなんですよね。なんで紅茶でもイチジク味があるんだと思って買いました。ほんと大好きです。こちら味の特徴としてイチジクの甘くてねっとりした味と、あと滑らかなバニラが贅沢な味わいを醸し出し、チコリの根とルイボスのローストした香りがブレンドに奥深さを加えていますと書かれておりました。そしてさらにその中にアシュワガンダという気持ちをこう落ち着かせてくれるハーブが入っているっていうのが特徴ですね。なんだかちょっと複雑な味がしそうではあります。中も綺麗な紫色の袋が18個入っております。これがいくらだったかな、684円。まあまあお得じゃないでしょうか。こんな感じです。香りは甘い、バニラ感じますね。でもベリーっぽい匂いもする。これでもイチジクの香りなのかな。
あ、でもバニラがきます。美味しそうな匂いがする。こんな色になります。まあ、紅茶の色ですね。ちょっといただいてみます。味はもうすごく飲みやすいお茶です。バニラの風味をまあ最初に感じるんですけど、その後ふっとイチジクというかベリーみたいな感じの味が通り抜けていくという感じです。その中にアシワガンダのなんかちょっと野生的な味もして、すごく面白い紅茶だなと思います。これ美味しいですよ。味わい深くてすごくリラックスできそうな紅茶です。こちらはカフェインフリーなのもすごく嬉しいポイントですね。やっぱり夜寝る前とか今温かいもので飲んでホッとしてから寝たいなと思うので、カフェインフリー嬉しいです。これ美味しいですね。またゆっくり飲んでいこうと思います。次はこちらです。これがシンクのライオンズメイン&チャーが配合インスタントコーヒーミックス10袋というのを買いました。こちらはキノコが入っているコーヒーというか、コーヒーっぽい代替飲料という感じの品らしいんです。原材料はこちらで、オーガニックインスタントコーヒーパウダーと、あとオーガニック山伏茸エキスと、オーガニックチャーガエキスと、オーガニック岩弁系エキスが入っているという、まあまあ山盛り有効成分が入ってそうなコーヒーになっております。キノコは免疫機能を正常化してくれる山伏茸とチャーガが入っております。どちらも貴重な植物だと思います。これからの季節だと花粉症だったりこうアレルギー疾患が出る方なんかにもすごくおすすめの飲料じゃないかなと思います。これ聞き慣れない岩弁系っていう成分も入ってるんですけど、こちらは記憶力や認知力をアップしてくれるハーブとのことで、中高年にすごくおすすめのものらしいです。私もちょっと物忘れ激しいのでありがたい成分ですね。こちらはまあカフェインフリーではないんですよ。通常のコーヒーの半分ほどのカフェインが入っているとのことなので、私は夜飲めないかなという感じです。中はこんな感じで紙の袋に10袋入っております。こんな感じに粉末状のものが入っています。インスタントコーヒーの粉っていう感じですね。なんかコーヒーはコーヒーの匂いなんですけど、ちょっと雑味があるコーヒーっていう匂いがします。純粋なコーヒーじゃないぞっていう感じがバリバリしました。色はもうほんとコーヒー色ですね。黒い。ではいただきます。うん、美味しいですよ。コーヒーっぽいです。うん、コーヒーだと思います。ちょっと苦味の強いコーヒーっていう感じですね。今日すいません、ちょっとだいぶ悪天候で風の音がうるさいかもしれない、すいません。美味しいです、すごく。あれ、もうちょっと癖があるのかなと思ったんですけど、苦味として出てるのかな。ちょっと苦い方苦手かもしれない。ミルクを入れてカフェオレにして飲むのがそういう方おすすめだと思います。それでも美味しそう。これ美味しいです。ほんとなんだろう、キノコみたいな感じは全くしないですね。これで体にいいんだったらありじゃないでしょうか。価格はやっぱりちょっと高いのかな。1508円で購入したので、1杯150円ほどですね。でも成分を考えるとお安いぐらいじゃないのかなって私は思っちゃいます。これ他に種類が普通のコーヒーラテとゴールデンラテ&マッシュルーム、ターメリックなんかが入ってるんじゃないかなと思います。そして抹茶ラテがあります。抹茶ラテ美味しいらしいんですよね。なんで今度は試してみようと思います。これ美味しいです、おすすめです。次はお菓子で、これですね、バーナナのオーガニックプランテンスクープヒマラヤピンクソルトというのを買いました。バーナナのお菓子は前チョコレートでコーティングされたグミみたいなやつ買ったんですけど、それすごく美味しかったんですよね。なので今回はこのバナナチップスというのを買ってみました。これ 100% のココナッツオイルで揚げられたバナナのおやつとのことです。こちら1食分あたりが糖質 0g で、あとグルテンフリーとなっております。もちろん USDA 認定オーガニックと QAI によるオーガニック認定、あとノン GMO 商品となっております。優秀です。これ見てもらったら分かるんですけど、なんか見た目はさつまいもチップスかなっていうような感じがします。しかしバナナです。食べてみましょう。匂いはそんな特にしないですね。バナナこんな感じです。おカリッカリになっております。いただきます。うん、美味しいですね。ちゃんと塩味です。バナナが甘くないっていうのがちょっと感覚的に不思議な感じがするんですけど、美味しいです。バナナの味はそこまで濃くないですね。最後の風味にバナナかなみたいな感じに残る程度ですね。サクサクですごく食べやすい、美味しいです。ココナッツオイルで揚げてるからか、そんなに油っぽくもないですね。なんかいくらでも食べれそうで危険なお菓子かもしれない。これ他の種類もあったのでちょっと試してみたいかなという気がしますね。当たりじゃないかな。食べていこうと思います。次もお
菓子です。マブのハーベストっていうメーカーのものを2つ買いました。味はどちらも違うんですけど、こちらがオーガニックチューフルーツバイツパイナップルパッションフルーツというものと、こちらがオーガニックチューイフルーツバイトマンゴーココナッツというのを買いました。多分初めて買うメーカーだと思います。こちらパイナップルとパッションフルーツの美味しさが濃縮されたフルーツボールとのことです。原材料がオーガニックのパイナップルとパッションフルーツだけというのがすごく魅力かなと思います。いらないもの全然入ってません。ちょっと食べてみましょうか。パイナップルとパッションフルーツがこんな感じで、マンゴーココナッツはこんな感じでございます。ほんと丸いものがいっぱい入ってる。パイナップルとパッションフルーツ食べます。こんな感じ、ちっこい丸い。いただきます。これはめちゃめちゃ濃いですね。濃いパッションフルーツとパイナップルの味、おいしい。ハイチュウよりちょっと柔らかいぐらいの食感ですね。あら、おいしい。これ本当にパイナップルとパッションフルーツしか入ってないんですね。もうそのままの味でした。マンゴーココナッツも食べてみましょう。こっちの方が色がちょっと黄色かな。いただきます。うん、こっちも美味しいですね。こっちの方がココナッツが混ざってるからか優しい味わいですね。酸味のパンチみたいなものはないです。マンゴーがまあ甘いからかな。こっちの方がフルーツの濃さみたいなものはあります。とっても美味しいですね。これいくらだったかな。こちら両方とも341円でございました。ちょっとしたおやつにいいんじゃないでしょうか。これ美味しいですね。まだもうちょっと種類があったような気がするので、他のものもちょっと試してみようと思います。美味しいです。次からはもうリピート品になります。1品目がこちらです。モーニングスターミネラルズのインナーバイタリティフルボ不眠ミネラルです。こちらはもうフルこのフルボさんの効果ものすごく素晴らしいので、また再購入いたしました。こちらを飲み始めてから体の不調とは無縁になりました。もちろん筋肉痛とかはあるんですけど、ワクチン後遺症ですごく悩んでた過失もなくなりましたし、あとは更年期の症状っていうのもだいぶ出てたんですけど、この頃はもう全くないですね。頻尿で、まあ、夜はたびたび起きるのはあるんですけど、そのせいで昼間すごく眠くて辛いっていうことも全然ないです。これは本当によく聞いてくれたなと思っております。こちらは前回だったかな、買った化粧水の時にご指摘いただいたんですけど、すごいミネラルたくさん入ってるんですよね。でもその中にフッ素とか、あとバリウム、あとセシウムなっていう体に有害なものも入っているので注意が必要ですよというご指摘いただいたんです。すごくいろいろ調べてみて、確かに有害で体に蓄積される成分だなと思うんですけど、それよりも私は体の好調さが上回ったというか、これは本当に自己責任でというしかないんですけど、その他の大量のミネラルの相乗効果で、まあ、いいところを伸ばして悪いところを相殺し合ってくれてるんだと勝手に思って飲み続けようと思っております。気にする方はやめた方がいいと思うんですけど、私本当にこれですごく救われた部分は大きいので飲み続けていこうかなと思ってます。長期的に飲むとどうなるかっていうのは、ちょっとまだわからないです。そこまで長い期間飲んでるわけでもないので、ここら辺を考慮した上で、飲まれる方は飲んだ方がいいかなと思います。これは以上です。次はこちらです。これがコットンズの 100% コットンの快適さ羽根付きウルトラスリムパッドレギュラー14枚っていうのを買いました。久しぶりに買いました。 100% 天然で化学成分無添加のコットンカバーシートなので、敏感肌の人にも最適かなと思います。オーガニックで高吸収ポリマー不使用のナプキンっていうと、なんかやっぱすごく分厚いんですよね。成分的にも安心なんですけど、持ち運びがやっぱりちょっと場所取るっていうので、お出かけの時にはなかなか大変であったりするので、やっぱスリムタイプ欲しいなと思ってこれを買っております。あとこの頃ドラッグストアで買う一般的なナプキンですごく肌がかぶれるようになったっていうのもありますね。私はナプキンは羽根付きじゃないとちょっと安心できないのと、あと長さもある程度あってほしい、あとそして価格も買いやすいものがいいなっていうところで、その3拍子を全て兼ね備えているナプキンじゃないかなと思っております。これも買い続けたいものの一つです。次がこちらです。これがメイドインネイチャーのオーガニックドライスミルナフィグっていうのを買いました。これも久しぶりに買ったかな。ドライイチジクです。もう本当イチジク大好きです。この冬すごく欲望のままに食べてたら、まま太ってしまったんですよ。
ちょっと春に向けてダイエットに励みたいなと思って、こんだけお菓子買ってるんですけど、でも完全にまあおやつ断つこと難しいので、こういうドライフルーツとかナッツとかに助けてもらいながら甘いものへの欲求をしのごうと思っております。中はこんな感じで結構大きめなんですよね。これ食べ応えあります。こんな感じ。うん、美味しそう。相変わらずめちゃくちゃ美味しいですね。これは美味しい。もう一袋買えばよかった。すぐなくなっちゃいそうです。こちらそんなに値段も高くないんですよね。572円で買いました。日本でもこのぐらい入ってるのもっとするものたくさんありますもんね。オーガニックのイチジクがこの値段だと買いだと思います。これもおやつに食べていきたいと思います。最後がこちらです。これがアーモンディーナのオリジナルアーモンドビスケットです。みんな大好きなやつ。5本切りダイエットする気はあるんかと言われそうなものを買ってしまっておりました。これ美味しいんですけど、ちょっと人にあげようかな。このちょっとだけ薄いしいいだろうっていうこの油断がこのお腹の肉になるんですよね。でもコーヒーと合わせて食べると本当美味しいんですよね。これチョコ味もあるんですけど、私はオリジナルの方がまあ好きかな。これはちょっと潔く諦めて美味しく食べてくれそうな人に分けてあげようと思います。よなし、次回までにはもうちょっとシュッとなるように頑張りたいと思います。以上が今回のアイハーブ購入品の紹介でした。参考になったよという方はいいねボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。